吉田文雄首相は16日午前の子ども政策などに関する衆院特別委員会で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた自民議員の処分についてさまざまな意見があるが党の規約に基づいて党の仕組みの中で処分を行ったと強調した自身の処分に関しては総裁として責任を重く受け止めなければならないとしつつ 再発防止の取り組みをしっかりと先頭を切って進めることで責任を明らかにしたいと改めて釈明した立憲民主党の藤岡隆夫氏が首相自身の処分が見送られたことに納得いかないとの意見が多いと問いただしたことへの答弁また政治資金収支報告書への付記載額が500万円未満の議員が自民党機委員会による処分対象とならなかったことについて 藤岡氏が裏金公認と思われても仕方ないと迫ったこれに対し首相は金額が少額であり不喫祭の刊行をやめさせる立場にもなかった人間については処分で差がついたなどと説明した以下はネットユーザーの反応をまとめたものです岸田が悪いというよりはこの件は東京地検特捜部と国税庁が悪の根源 東京地検特捜部が立件してたなら、国会議員も自重するだろうし、国税庁が脱税を見逃さず追徴金を徴収すれば、裏金を蓄えることも難しくなる、今の国会議員を法律により、厳罰化しないとこの問題は解決しない。ましては、岸田案くらいでは注意喚起ほどの効果しかないし、再発は確実。500万円以下のどこが少額 国民の大半はそれ以下の給料なんだが月額じゃないぞ、年額だぞ。やはり、庶民での議員じゃないとダメだわ。庶民の暮らしがわかる人じゃないと日本は良くならないし、不満しか生まれないよ。今は金持ちしか議員になれない反面、金持ちじゃ、まともな政治はできない。それを分かってて、現職の議員、特に世襲に投票し続けるからこうなる。 激しい批判が起きたのにずぶとい神経でいた人に対してあるタイミングで急に評価を反転させてカリスマ化するところがあるここ10年の SNS 時代はそんな偽カリスマが多く見られる冷静に考えておかしな話だがただの無神経なだけなのに強いメンタルに見えるのかなぜかカリスマ化してしまうのだ 芸能人じゃあるまいし、そんな間違った流れを起こしてはならない。500万が、少学というところに、国民意識とかけ離れています。国民なら税金は取られるし、子供にあげても、相続税を取られます。隠したら、脱税です。国会議員だけおがめなしとは納得できません。2019年国民生活基礎調査では、 全世帯の57%が500万未満。年収500万未満は収入が少額なので無税でいいですよね。もしくは納税しなくても何の罰則も受けないということですよね。そうじゃないなら対象議員全員公民権停止まで追い込まないと。国民の納得などを得ることはできないと考えます。もちろん裏金分は全て追徴課税運はのせで、回収 さっさと増収穴になるようにしてください。少額ですか民間企業なら1円でも不正になるけど、あまりにも金銭感覚がおかしすぎる。こんな人が国家の予算を管理してるのだから予算の使い道も精査した方がいい。かなりの使途不明金が隠れてるのではないでしょうか。今回の件で500万円未満を不問としたことは、 逆に言えば500万円未満なら容認すると同じである今後は500万円までの裏金を自民党公認でする議員を圧戦する形になってしまった本来なら1円でもアウトなのだが岸田は自分で何をしているのかを認識しているのだろうか金額が少額であり不記載の観光をやめさせる立場にもなかった人間については処分で差がついたって そもそも、裏金自体が違法で、問題なのに、金額の差は関係ないですよ。再発防止の取り組みをしっかりと先頭を切って、進めることで責任を明らかにしたい。その前に取るべき責任があります。総理の椅子を投げ出せとまでは言わない。それこそ、改正法が骨抜きであった場合に取っておくとしてが、せめて、自身の報酬の一部を返還し、 自民党に対する政党交付金を断ってもらいたい。この判断は国民に委ねると総理が言ったんだから、この自民党の裏金、脱税の愚行を許すというなら自民党に投票すれば良いだけのこと。絶対に許さないというのなら野党に投票すればよい。結局、あの腐り切った自民党の議員たちを選んだのは国民なのだから。 500万で少額だと言える総理大臣はいらないよ。そんな奴が国民に寄り添い声を聞けるわけがない。自民党にはまともな政治家が一人もいないのかね。国税庁も検察も正しいことができない機関だっていうことはよくわかったからもう一そのこと善意にやめたらいい。国の組織は昔から正しく機能していなかったんだから。 こんな国に税金払い続けてきたのが間違いだった。500万は少額なので罪にはならない。なんかさ、2000万の上級国民と1億の下級国民とは法律違うのかな昔は中流階級ってあったけど、この十数年で貧乏人と金持ちの2種類しかない気がするんだけど。金額が少額であり、 不記載の観光をやめさせる立場にもなかった。人間については処分で差がついたなどと説明した。500万が少額どんな金銭感覚視点だ。それが本当なら一般国民も500万。ミリ以下の脱税しても口頭注意だけにしてくれ。国民は自民党の最高責任者である。岸田が政治資金3000万円の不記載を元会計秘書に罪を負わせ。 有罪判決年間7回岸田派パーティーで3億円を稼いでその裏金を幽霊団体に移行し自分は無罪と大嘘をつく悪徳行為に納得していないまるで北の将軍と同じ国会の証人喚問で事件の経緯なぜ500万円以上なのか国民に説明するべき結局さ。処分に差があってずり不公平だ あいつもやってた。みたいに切れる議員はいても、国民を裏切ってその言い草は何事か。全員辞めるべし。手切る自民議員はいないのよね。たまに苦言を呈しても国民に悪いという意識ではなく、次の選挙が危うくなるって保身から。高市や河野もこういう時にこそ吠えればいいのにだいまり。この政党は、やっぱり誰がトップになろうが何も変わらんよ。 今回も判断は国民がやると投げられたんだから許すなら自民にへ許さないなら他へどこも入れたくないと白票や棄権は自民支持です今後自民が勝てばそれは裏金問題の対応に問題はなかったということです勤む忘れなきようつまり岸田は日本人の平均年収より高い金額も少額と思っていると 少学を稼ぐために必死で働く日本人 W。いや、アメリカで磨いたジョークは素晴らしい。様々な意見があるが、党の規約に基づいて、党の仕組みの中で処分を行ったと強調した。党の規約を変えてでも国民に支持される処分を行うのが自民党総裁の役目では国民は、軽視、重鎮に嫌われたくない判断に、 何の意味がある党の仕組みで処分したと言っているがその党の仕組みが間違っているから今回のような裏金とかの騒ぎになっているのにその党の仕組みで処分するというのはよくわからない言い分。